皆さんこんにちは、渡辺です。ひとみです。はい、ということで早速なんですけど、皆さんね、こう美容室に行った時に毎回ね、同じオーダーだったりとか、こんな感じでカットしてっていう感じでね、美容師さんにお伝えしてると思うんですけど、なんかね、同じようにやってもらってもなんか年々似合ってないとか、なんか雰囲気違うなって思ったりしませんか？ありますよね。わかります。老けて見える NG 例を3つ紹介します。まず1つ目が薄すぎるシースルーバッグ。年々ちょっと薄く見えがちと、髪の毛細くなってくるので、シースルー今流行っててもやっぱある程度のね、厚さが欲しいっていう感じです。2つ目がやっぱね、毛先がちょっと厚い、ボテッとした感じですね。3つ目がやっぱりこうシルエット、今までで言うね、こうおにぎりのような A ラインのシルエット、これをすることによってやっぱりね、ちょっと古臭かったりとか、昔のアイドルみたいな感じの雰囲気になっちゃうので、それを改善する、髪型を紹介します。で、早速なんですけど、改善するカットのオーダー方法なんですけど、まずね、前髪を適度な厚さで切る、こういう風にオーダーしてください。で、2つ目は、シルエットを、ね、A ラインのシルエットじゃなくて少しひし形のようにレイヤーを入れてくださいっていう風にオーダーします。あとは顔周りを少しね、軽めなレイヤーカットにして少し動きが出るようにする。後ろの部分はちょっとだけ厚めで切ってもらえたら大丈夫かなと思いますので、この3つのオーダー方法でやってもらえると今っぽいヘアスタイルに変身します。なので早速それのスタイリングをやっていきます。では早速スタイリングしていきます。まず分けます。こめかみの位置で上と下に分けて、上の部分はダッカールで留めます。内側を巻いていきます。内側の毛先を外羽にワンカール巻きます。後ろの髪の毛は前に持ってきて 1.5 回転ぐらい巻くとしっかりカールがつきます。上を外したら今度は顔周りを巻いていきます。トップから指2本分ぐらいを巻きます。あと外巻きにするので、お手を入れて半回転縦に入れて、コテを抜くときにちょっと斜めにしてから横にスライドすると綺麗に外巻きが巻けます。ちょっと間隔を指2本分ずつ開けながら、表面の髪の毛も全体的に外巻きにします。こんな感じで巻いていきます。反対側も同様に巻いていきます。最後に前髪にアイロンを通していきます。前髪はまとめてスッと通すぐらいで大丈夫です。ツヤ感とまとまりが出れば完成です。お好みでスタイリング剤やトリートメントをつけてあげるとツヤ感もまとまりも出るので、パサつきやすい時期におすすめです。全体的になじませて前髪にもつけたら完成です。はい、ということで、ひとみさんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、若見え方法についてね、今日は紹介させてもらいました。いつもね、まあ、オーダー同じようにはしてて、なんかうまいこといかないなっていう方は、まあ、カットのオーダー方法だったりとかスタイリング方法をすると劇的にね、変わってきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今日もね、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。